クカたちーは日本のダンスポップバンド。バンド名の由来は古代日本で行われていた新名裁判、クカたち。東京や札幌を中心に国内外で活動を行っている。2013年5月、バンドメンバー結成。初ライブ、本格始動。2014年6月、死刑だと初のツーマンライブイベントを下北沢モザイクにて観光。2014年8月、 大型ロックフェスサマソニー2014のオーディション企画で1000組以上の応募の中からファイナリスト18組に選出される。2015年6月ミニアルバム A フレーを全国の CD ショップにてリリース。2015年8月ダイインザサマーフィート両高橋リリース。2015年9月 FM81.3JWave ギャラクシー・オール・エリア・パス出演をかけたオーディションにてグランプリを獲得。10月、番組出演。エイジ・ハ・スプリングスとエイフレー収録曲イモラリティを再レコーディング。2016年4月、会場限定音源ラブトゥデイ EP リリース。シンガポールにて撮影されたラブトゥデイミュージックビデオ公開。2016年8月。 島根県豪津市山部神社にて音楽イベントステーツオブロック初出演。2016年10月大阪の日本最大級サーキットフェス南ホイール初出演。会場が入場規制となる台湾の人気バンド宇宙人など多数共演。モーションブルー横浜に初出演。2016年12月下北沢モザイクにて初のワンマンライブ。 デパートを開催。チケットソールドアウト。外資系、ファッションブランド、オールドネイビーの CM ソングとして、ラブトゥデイが抜擢。2017年1月、サポートギタリストであったプロフェッサー、ーが正式加入。2017年2月、ラブトゥデイ EP を iTunes 他にてデジタルリリース。iTunes ソール R&B ランキングで最高7位を記録。 2017年3月、シンガポールにて撮影されたミラーのミュージックビデオ公開。2017年6月、名古屋のサーキットフェス、堺スプリング初出演。モーションブルー横浜にてチケットフリーのワンマンライブ開催。2017年7月、フランスのパリで行われる大規模イベント、ジャパンエキスポ2017に出演。2017年9月、シングル。 ビジネスオブユーリリース iTunes ソウル R&B ランキングで最高2位を記録。クリエイターチーム目プロデュースによるビジネスオブユーのメガボルトをリリース。2017年10月 JZ ブラッドサウンドオブ東京にてボラムジークスとツーマンライブ開催決定。2017年12月オランダにて撮影されたインサイド。 ディープエクスプレッションバージョンマイナスのミュージックビデオを公開。同曲が、相模湖、リゾートプレジャーフォレスト、イルミリオン CM ソングに抜擢。下北沢モザイクにて、オープニングゲストに、ボラムジークスを、スペシャルゲストに、香港の人気ユニット、いいキッズを迎え、ワンマンライブ、クカタチープレゼンツシン、インサイドデジタルリリースギグマイナスを開催。 インサイドディープエクスプレッションバージョンマイナスをデジタルリリース。2018年1月、北海道 FM ノースウェーブにて初のレギュラー番組、月9日放送開始。パーソナリティを雄大と KAJ が担当。2018年2月、香港のマクファーソンスタジアムでライブ。人気ユニット E キッズのオープニングアクト及びバックバンドを務める。 2018年4月、パサーバイをデジタルリリース、ミュージックビデオ公開。2018年7月、アンダーザ・サンシャインをデジタルリリース、同曲のリリックビデオ公開。2018年8月、シングル、ハングリー・トゥ・ナイトをデジタルリリース、同曲のメガボルト公開。マカオのブロードウェイ・シアター・マカオでライブ。同時に、ファンク・カッツと共に、 人気ユニット E キッズのバックバンドを務める。2018年9月、ミニアルバム、リアルシングスをリリース。北海道 FM ノースウェーブ、札幌ホット100にて、開局以来初となる4曲同時ランクイン。2018年11月、昨年に続き、楽曲、インサイドが、相模子、イルミリオン CM ソングに抜擢。2018年12月、ミニアルバム、 インセスサントをリリース。2019年2月、ゲストにファンクカッツを迎え、ワンマンライブ、インセスサントを渋谷ホームで開催。2019年2月、プロフェッサー、大脱退。2019年3月、楽曲、カム、バックツーメフィート、ファンクカッツが、暗闇ボクシングフィットネス、B モンスターの CM ソングに抜擢。二千十九年七月、楽曲、 ダイザサマーフィートリ高タカハシをデジタルリリース。2019年8月楽曲ビーチをデジタルリリース。2019年10月フルアルバムシンマイナスをリリース。2019年12月ドクタータクト脱退。2020年1月アルバムクロナイゼーションをリリース。2020年12月ラジオ番組月休暇にて メンバーの KJ の脱退を発表でれんのサマソニー ?2014 演奏部門最終ライブ審査1日目、レポート、キャラクシーオールエリアパス、ゲッツタージュコンテスト優勝者、クカタチーエイジハスプリングスによる再レコーディングの裏側に密着。2017年フランスジャパンエキスポで会場を熱狂の渦に巻き込んだ注目のバンド。今年最もグルーヴする。 ダンスライブバンドクカタチー9月6日シングルリリース月九日。ありがとうございます